時は安土桃山時代、本能寺の変を起こした逆臣明智光秀を討伐した羽柴秀吉は、その半年後に行われた織田家の世継ぎ問題、領土問題を協議する清須会議を優位に進め、畿内の大半を支配下とし、織田家内で最大の勢力を有する成果を挙げた。秀吉は亡き織田信長が夢見た天下統一を成すためには、求心力を欠いた織田家を再び一枚岩とする必要があると捉え、畿内を抑えたことで得られた豊富な資金力と政治力を行使し、信長の大法要、三法師から織田信勝への投手替えなど、自分が信長の後を継ぐものであるかのような振る舞いを始める。それに黙っていられなかったのが、秀吉に匹敵する勢力を持つ北陸の柴田勝家や北伊勢の滝川一益、そして信長の三男織田信孝であった。勝家との決戦を覚悟した秀吉は、柴田軍が雪で動けない冬の間に美濃の信孝を降伏させると、滝川の侵攻を抑え、雪解けを待って挙兵した柴田勝家と北近江の余呉湖周辺で激突。後の世で賤ヶ岳の戦いと呼ばれることとなるこの戦いに勝利した秀吉は、勝家を討つべく越前北野将に向け軍を進めるのであった。この物語は賤ヶ岳の戦いの続編となります。先に賤ヶ岳の戦いをご覧いただくことで、より楽しめる内容となっております。お、奥方様。中村殿、こんな夜更けにいかがなされたのです。さ、先ほど殿からの早馬が入り、秀吉不在の時を狙って4月21日早朝より、佐久間盛政隊、柴田勝政隊が余呉湖周辺の敵砦に向け奇襲攻めを開始、大岩山に布陣する敵将中川清秀らを討ち取るなど、柴田軍が優勢に進むも、琵琶湖から上陸した丹羽長秀の援軍や鬼の速さで美濃から返してきた秀吉の主力と賤ヶ岳で激戦となり、佐久間隊、勝政隊は北へ撤退。その後、小詰めとして茂山に布陣していた前田利家隊が何を思ったか加勢せず撤退してしまったため、両部隊とも総崩れとなり、勝政殿は権現坂あたりで敵軍に討ち取られ、佐久間盛政殿は行方がわからないとのこと。前田隊の戦場離脱に合わせ、金森長親隊、不破直光隊も撤退を始め、殿も柳瀬の本陣を払い越前に撤退を始めたと。つまり勝ったのですね。負けたのです。負けたのですか。権六無双は使わなかったのですか。残念ながら発動ならずと。ならばもう戦は終わりなのですね。いや、羽柴秀吉の目的は殿を討つことにございましょう。いずれこの北の将まで攻め込んでくるかと。なぜ織田家内の者同士でそこまで争うのですか。そう、それは秀吉が織田家を牛耳る上で殿が邪魔だからにございましょう。話し合いでなんとかならぬのですか。ならぬかと。兄上が聞いたらどれほど嘆かれるか。中村殿、勝家様のお迎えの支度に入ってくだされ。はは。お父上は負けてしまったのですか。そのようですね。このお城にも攻めてくるので。そのようです。またもお城が燃えてしまうのでしょうか。ちゃちゃは何も心配しなくてよいのです。私は忙しくなりそうです。妹たちのお世話を頼みますよ。わかりました。柴田勝家敗退の知らせを聞いた居城北の庄城では、留守居役の中村文化祭の指示のもと、籠城戦を想定した戦支度を開始した。その頃、賤ヶ岳の戦いに勝利した羽柴秀吉は、天神山砦の麓にある草岡神社に本陣を移し、翌日からの追撃戦に向けた軍議を行っていた。そこへ羽柴一門の将浅野長吉が捕獲した敵将を連れやってきた。わしが討ち取ったは大正寺城主西郷家吉社長、大手柄はわしじゃ。たまけたことを抜かすな。柴田勝家の養子柴田勝政を討ったわしが一番の手柄であるのは誰の目にも明らか。へなしょこ勝政を討ったとて何の自慢になろう。わしが討った背後は豪遊で知られたものの、脇坂殿の槍さばきじゃ到底打てぬ相手じゃ。何を抜かす。石川和光が命を落として背後を弱らせたから打てたのじゃ。そなた一人の手柄にあらず。うるさい。手柄を挙げたはそなたらだけではない。こたびの一番槍は異例の9名とする。9名ですか。うむ。脇坂康春、片桐勝元、平野長安、福島正則、加藤清正、ガス谷武則、加藤義明、桜井英和、そして討ち死にとなった石川勝光も含めた9名じゃ。
皆等しく活躍したこととし、感情を出す。では、一番槍の中の一番は？皆等しくじゃ。はは。秀吉様、領民が捕らえ、差し出してきた敵将をお連れしましたぞ。ほう、誰じゃ？佐久間盛政にございます。なんと、中川清秀を撃った佐久間か。連れて参れ。はは。猿、さっさと打ち首にせよ。佐久間殿、そう死に急ぐこともなかろう。天下太平の世にするためには、そなたの力が必要なのじゃ。これからは、わしの与力として務めてはくれぬか。この後、四国や九州の制圧も待っておる。そのどこかの国をそなたに。へっ、わしは鬼現場じゃ。猿軍団になんぞ加わるわけがなかろうが。戦に敗れた今の今茶で、頭に血が昇っての発言であろう。わしへの暴言、そしてその態度も全て許すとする。わしを解き放てば、再び猿に襲いかかろう。それが怖ければ、今すぐこの首をはねろ。ならば、なぜ自害せず、生き恥をさらしておるのじゃ。いくらでも、切腹の時はあったであろうに。たわけた問いじゃ。まだ戦は終わっておらぬからに決まっておろうが。なれば、権力を倒すまで、そなたの命は預からせてもらう。諦めよ。わしが心変わりをすることはない。どうせなら、織田家に反した罪人として、胸中を引き回した上、斬首とせよ。さすれば、猿の意向も天下に響き渡ろうぞ。ははは。さすが鬼現場と呼ばれた男じゃな。銭や領土をどれだけ積んでも心変わりは見込めぬか。ならば立派な新装束を用意いたすとするぞ。ああ、思い切り目立つ紅色の広袖、あと勾配をあしらった小袖も所望する。うむ、最後まで無辺の心を忘れぬ者のふじゃ。思い通りのものを用意いたす。三成、義継。はっ。佐久間を連れ京に向かえ。そして所望する広袖と小袖も与え、盛大に四周引き回しとせよ。何周ほど引き回しましょうや。な、何周もせぬでよい。上行から順に南に下ればよい。はっ、なれば一条を出て東に向かい、京都御所を回るように南へ、その後二条に入りしのちは。いや、御所の北から回るは帝に対し無礼じゃぞ。ここはまず南に向かい、二条から東。動きを今決めぬでよい。諸次第の杉原家継ぐと相談の上決めよ。ははん、引き回し後はどこに連れましょうや。うちの牧島町でよかろう。ははん。秀吉様、桑名尾光からの書状が届き、当家と争うつもりはないとのこと。桑名居城、龍門寺城もこちらに明け渡すと申してきております。龍門寺城は確か南越前であったな。よし、この龍門寺城を北の小攻めの拠点とするか。それがよろしいかと。では皆の者、明日早朝より一番隊から順に越前へ進軍する。権力を倒し北陸すべてを従わせるまで戦は終わらぬと思え。この後祝宴とするが、酒はほどほどにし、明日の進軍に備えるのじゃ。織田家の覇権をかけた合戦となった静ヶ岳の戦いを制した羽柴秀吉は、各将をねぎらうとともに翌日からの越前進攻に備え兵を休ませた。その頃、合戦に敗れた柴田勝家は北陸街道を北に向け撤退していた。そして先に撤退していた前田利家のいる越前府中城に入った。またぞ、すまぬ、少し休ませてもらえぬか。親父様。親父とは思わぬでよいと申したはずじゃぞ。母。この府中は今はそなたの息子の城であったな。はい、嫡男利長を城代に置いておりまする。親子の兵を合わせれば4000はおろうか。それだけおればわしを捕らえ秀吉に差し出すこともできようぞ。それがしがそんな卑怯な真似などできぬと踏んでここにやって参ったのでしょう。ははまあそういったところじゃの。柴田様、このような時間ゆえ大したものが用意できず申し訳ございません。おう、ゆずき飯はありがたい。腹が減っておったところなんじゃ。利長は気が利くの。はは。さてまたぞ、そなたが今一番危惧しておるのは北の将におる前田家の人質の身であろう。いいえ、といえば嘘になりまするが、されど人質の命を天秤にかけても秀吉との戦いを避ける決断をしたはそれがし、どのような咎めも受けましょう。ははは、どこまでもまっすぐなやつよの。安心せよ、人質はすべて解放するつもりじゃ。それでは良いのじゃ。怒りに任せて貼り付けにしたところで秀吉を倒せるわけではない。こうなったはそなたや人質のせいではない。すべてはそれがしの不徳のいたすところじゃ。なんと、また左衛門と氏家大変感服いたしました。うむ、わしももう長くはなかろう。
あの世で上様が寂しくなされておるゆえ、早く向かわねばじゃな。そ、そのようなことを申しては。まあ、その前に、あの猿目に一泡吹かせてやるとするがな。ゆずけ、そうになった。まこと感謝申すぞ。ではまたさ、さらばじゃ。お、親父様。もう、親父ではないと申したであろうが。こうして、府中城で一時休んだ柴田勝家は、わずかな共回りとともに、再び居城北の庄城へ向け撤退を開始した。そして日が変わった4月の22日、柴田軍敗退の知らせは、織田北陸領最前線を守る、さっさなりまさにも伝わった。な、なに？又座の敵前逃亡をきっかけに、全軍総崩れじゃと。は、殿は越前、北の庄城まで撤退するかと思われます。して、羽柴軍は北上しておるのか。しかとはわかりませぬが、おそらく、殿が降伏するまで、戦いは終わらぬかと。あの親父様嫌いの秀吉じゃ、徹底的にやってくるであろうな。成政殿、このことは、間もなく上杉にも伝わりましょう。魚津城の伊須田光親のもとに、周辺土豪らが続々と集結しており、越後の直越港にも、各地より軍船が集まり出しておると聞く。柴田軍敗退を知るや、越中に侵攻してくる恐れがありまする。さらに、能登の前田利家殿が羽柴方に寝返ったとなれば、西からの侵攻にも備えなければなりませぬ。又座は、秀吉の婚儀の媒酌役を務めたほどの仲じゃ。秀吉の調略に乗ってしまったのやもしれぬが、となると、さすがに富山から動けぬか。さようかと。柴田勝家の有力与力衆の中で、唯一、合戦に参加していなかったさっさなりまさであったが、上杉の動きを気にするあまり、柴田勝家の援軍に向かうことができなかった。その頃、羽柴秀吉は、丹羽長秀に戦後処理を任せると、4万を率いて北陸街道を北に進軍し、柴田軍のしんがり隊を駆逐しつつ前進。昼頃には南越前に入り、不破直光が明け渡した龍門寺城に入り、本陣を置いた。秀吉様、不破直光にございます。うむ、昨年の冬ぶりじゃな。こたびは城を明け渡していただき、かたじけない。これはわしに下ったと捉えてよいのじゃな。もとより拙者は織田家が二分する争いになることに反対でした。されど合戦となってしまい、ならば利家殿の判断に任せようと決め、前田隊の撤退に合わせて我が隊も撤退。ゆえに拙者は今前田家の家臣の身となっておりますれば、今後のことは利家殿の判断に従いまする。なるほどの。そのまたちゃは今どこにおるのじゃ。ここよりすぐ北の府中城に詰めておりまする。よし、すぐ向かうとするぞ。不破殿、案内を頼む。はは。こうして秀吉は不破直光とともに前田利家のいる府中城に向かった。おう、また左衛門、こたびの勝ちはまさにそなたの手柄ぞ。そなたのために撤退したのではない。これ以上無駄に織田の兵を失いたくないだけじゃ。そんなひねくれたことを申すな。わしと共に信長様の描いた天下統一を成したいと思ったのであろう。たわけたことを申すな。わしはそなたとは戦いたくはない。されど親父様から受けた恩もある。これ以上織田家内で争いにならぬために撤退したのじゃ。秀吉に下ったわけではない。またじゃは、わしを説得しようと思っておるのじゃな。ああ、これ以上の戦はやめるのじゃ。こたびの決戦で雌雄は決した。もはや親父様に今までのような力はない。秀吉の思うがままに織田家を動かしていけよう。もうそれでよいではないか。またじゃは、わしの狙いを分かっておらぬ。もしや。うむ、それであろう。申してみよ。お市様を奪いたいと。違うわ。ならばなんじゃ。今録が死なねば終わらぬのじゃ。いや、始まらぬと言うべきか。今のわしの話を聞いておらんかったのか。もう雌雄は決した。そなたが勝って親父様は負けた。雌雄など花から決まっておったのじゃ。なんじゃと。織田家の天下統一のために今一番必要なのは、信長様に匹敵する絶対的な司令塔の存在じゃ。からそれを秀吉が担えばよい。すぐに司令塔のようなものではないか。絶対的な司令塔は宿老である権六を討つしか得られない。なぜじゃ。殺さぬとも降伏さえすればよいではないか。権六は死んでもわしには降伏しないであろう。よって、またさが何と言おうが、北の庄城を必ず攻め落とす。加賀、そして越中まで逃げるなら、とことん追い続ける。
わしは止めるぞ。ほう、ならばこの府中城攻めからとなる。わしの城攻めの恐ろしさを聞いておろう。それでも秀吉の気が変わるまで抗うぞ。父上、大変です。どうしたのじゃ。城兵が次々に城を抜けておりまする。何、もしや秀吉。またさ、まだわからんのか。こちらは当主織田信雄様の命によって逆進柴田勝家討伐に向かっておるのじゃ。大義のもとに動く我らの士気の高さを見れば、そりゃあ戦う気も失せるであろう。くなあ、またさ、宿場の友であるそなたと共に天下太平の世を築きたいのじゃ。わしに従ってくれ、頼む。わかった。じゃが、わしは秀吉に下ったのではない。当主織田信雄様に従うのじゃ。それだけは忘れるなよ。ははは、全く面倒な性格じゃ。うむ、それでよいぞ。よし、皆の者聞けい。元赤穂衆筆頭前田又左衛門と重殿が味方となったぞ。これほど心強いことはない。明日より宿敵柴田勝家がおる北の将に向け進軍する。北の将城は平城といえど縄張りは大きくくるわは固い。これまでにない攻城戦となるゆえ、おのおの武具の手入れを頼むぞ。よし、またさの合力祝い、そして戦勝を祈願し宴とするぞ。越前府中城の前田利家を味方につけた秀吉は本陣を府中城に移し、柴田勝家との最終決戦前の最後の宴を催し、兵の士気をさらに高めさせた。その頃、わずかな共回りとともに北の庄城に帰り着いた勝家は。と、殿、無事のご帰還安堵しました。ああ、秀吉の動きは入っておるか。南越前まで入ったと石膏からの知らせにございます。ならば今頃はまたざと会っている頃か。城にはいかほど兵が残っておる。ざっと3000ほどかと。3000しか残っておらぬか。その数では広い三の丸すべてを守ることはできぬか。仕方ない、三の丸は捨て、二の丸と本丸で籠城とする。やはり籠城するのですな。ああ、最後まで秀吉に抗ってやるわい。ならば拙者も最後まで音もつかまつりまする。うむ、そうじゃ。城内の人質はすべて解放せよ。すべて解放ですか。そうじゃ、無駄に兵糧もかかる、逃してよい。それでこそ拙者が惚れた殿ですぞ。では早速にも。頼んだぞ。あなた様一、そなたも人質らと共に娘を連れ城を出る支度をいたせ。すでに高尚寺の和尚にお頼みしておりますのでご安心ください。そうかそうか。一、こんなことになってしまい誠すまぬ。もう終わったかのように申されてはなりませんよ。兄上も幾度と窮地を乗り越えてまいりました。あなた様も必ずやこの窮地を抜け出すことができますよ。一の申す通り諦めてはならずじゃな。はい、あなた様。お一、わしは諦めてはおらぬ。その意気ですよ、あなた様。今夜くらいは一緒に。ダメです。お一の方様。柴田勝家が牢城の支度を急ぎ進める頃、北の庄城外堀にあたる阿諏訪川南には羽柴軍が続々と到着した。その中には秀吉側に加わった前田利家の部隊もいた。そして最後に到着した秀吉は阿諏訪山に本陣を置き、最後の軍議を開いた。さり、調べてきたぞ。おう、サスケ、待っておったぞ。権力はどうすると。勝家は三の丸を捨てるようだ。そのことじゃない、お市様を逃がすかどうかじゃ。おう、そっちか。城の西にある高尚寺に逃げると聞いた。高尚寺じゃな、わかった。しかし三の丸を捨てたか。無駄に大きい平地のゆえ守る車を限ってきたか。数は5000ほどか。いや、ざっと3000だ。うむ、前田隊や不破隊が合流し、こちらは4万を超える。3000なら力攻めでいけるか。いや、城には豊富に武器弾薬があるでしょう。ゆえ無策に力攻めしてはこちらの被害も甚大となりまするぞ。ならば雨が降るまで待つか。雨が降ってはこちらも鉄砲や大筒が使えなくなります。そうよの、マカザはどう攻めるべきじゃと思うか。あの親父様のことじゃ。城南の阿諏訪川と荒川がある方面は薄めに兵を配置させ、二の丸の北と西に大半を持ってくるかと。ならば権力の思惑通りにこちらも動いてやるか。思惑通りとは。うむ、まず今宵中にマカザ隊、二
桑隊、木村隊、堀隊は、この阿諏訪川を渡り、城。羽柴秀吉は、北の庄城攻めの策を決めると、全軍に指示し、各隊は日が沈む頃より、前田利家隊を先鋒に、北の庄城に向け進軍した。天正11年、1583年4月24日、早朝。両軍は戦闘配置についていた。守る柴田勝家は本丸に陣取ると、前田利家の描いた通り、北と西側に守備兵を多く配置させる布陣を敷いた。対して羽柴軍は、前田隊、不破隊、木村隊、堀隊の総勢1万5000が、城の北側と西側に布陣し、城南の阿諏訪川手前に、羽柴秀長隊、その後方に黒田官兵隊、そして秀吉本隊は阿諏訪山本陣から動かなかった。やはり敵は堀が浅い、北と西から来たか。よいか、鉄砲玉はだんまりある、遠慮せず使ってよい。射程距離に入ったら打ちかけよ。よし、黒田様の陣よりのろしが上がった。城攻めを開始する。鉄砲隊、矢倉に向け構えよ。放て。よし、始まったな。我らも続くぞ。鉄砲隊、放て。羽柴軍の鉄砲射撃により、北の庄城の戦いが始まった。しばらく打ち合いが続くと。よし、はしご隊前へ。城壁に次々かけていくのじゃ。前田利家は、堀幅の短い場所を選び、はしごを次々に城壁へかけていく。敵の狙いは北じゃ。わしもこれより向かう。狂わないに一兵たりとも入れてはならぬぞ。まだ登らぬでよう。竹束で敵の弓矢と鉄砲を防ぎながら、すべてのはしごを縄で縛りつけよう。まもなくして柴田勝家率いる主力が本丸から二の丸北郭に入った。あの旗差しはまだぞか。はしごを倒させぬよう連結させてきたな。面白いではないか。ならば挨拶がてら、またぞ顔でも拝みに行くぞ。北門を開けよ。とっくに打って出るのですか。それは雨もでございます。挨拶してくるだけじゃ。すぐ戻る。援護射撃を頼むぞ。馬回り衆はわしについて参れ。よし、門を開けよ。はは。権力無双を受けてみよ。かかれ。固く閉じていた北門が開き、柴田勝家率いる主力100が城から打って出た。意表を突かれた前田隊は混乱状態となり、剛腕な勝家の主力隊に次々と倒されていく。何、親父様が打って出てきたじゃと。権力無双じゃとか言ってる間は近づくでない。誰も勝てない。もう60を超えた年じゃ無双も長くは続かぬ。まずは距離を取り隊列を整え、長槍で応戦するのじゃ。はは。下がり始めたか。マガザも年を取ったの。槍のマタザじゃと大在ておった昔の威勢はどこへ行ったのじゃ。マタザも来ぬならわしから行ってやるぞ。と、殿、大変です。なんじゃ、無双発動中じゃぞ。城東の小口が突破され、羽柴の主力と思われる兵が続々と二の丸になだれ込んでおります。な、なんじゃと。あの太い荒川を渡ってきたというのか。大量の巨石を数百も川に沈め水をせき止めしたとのこと。浅瀬から城壁にはしごをかけられ、そこから侵入し門を破壊。な、なんちゅう荒技じゃ。来て東来るわの守備兵はおそらく全滅かと。いかん、本丸まで撤退する。わしについて参れ。天然の川からは攻めてこないだろうと読んでいた柴田勝家は、まさにそのように攻めてくる羽柴軍を見て全く東側を警戒していなかった。秀吉はその勝家の性格を逆手に使い、無警戒の東側に主力を移動させ、一気に川をせき止めし、城内に突入したのだ。東グルワを制圧した羽柴主力は、そのまま北グルワに入ると、北門を開け前田隊を引き入れた。柴田勝家は、なんとか本丸にたどり着くと、二の丸に残った柴田兵を本丸に入れつつ、羽柴隊への鉄砲攻撃を始めた。よし、これで二の丸すべての制圧を終えた。黒田殿の総攻めの合図まで、一時あろう。今のうちに武器弾薬を運んでおくのじゃ。親父様、ついに本丸だけとなりました。あとは、もののふとしての立派な細胞を、ただそれだけを願っておりまする。秀吉様、残すは本丸だけですが、本丸へつながる北門と南門、同時に力攻めさせましょうぞ。その前に、確認しておかねばならぬことがある。はは。サリ、寺に確認してきた。
確かにヒメラは、侍女と共に城から抜け出せておったぞ。よし。では勘弁、やってくれ。はは。ホラガイを鳴らせ、本丸への総攻めを始めよう。昼の過ぎた頃、ついに本丸への総攻めが始まった。本丸を守る柴田軍は、およそ1500。北門、南門に向け攻め込む羽柴軍を必死に食い止めるも、二の丸の各地から打ち込まれる5000ほどの鉄砲玉の数に門を守りきれず、わずか1時間ほどで南門が突破され、堀隊が本丸への一番役となった。その様子を柴田勝家は天守最上階から見ていた。南門が突破されました。見ておったから分かっておる。とも、間もなく敵軍が天守にやってきます。ここまでのようじゃな。秀吉は結局明日は山から動かずか。そのようですが。まこと礼儀を知らぬの猿であったな。して鉄砲薬の準備はできておるな。はい、すべての階に配置を終えております。あっという間に天使は炎に包まれることになろうかと。うむ、それでよい。あなた様。いちなぜここにおるのじゃ。あまりにも武者隠しの間が熱いゆえ出てきてしまいました。うむ、確かに武者隠しは隠れるにはうってつけ座が狭いゆえ熱くもなろう。で、そういうことを申しておるのではない。なぜ娘たちと落ち延びなかったのじゃ。一は、あなた様と最後まで一緒にいると決めてありますから。おいち、ものすごく嬉しい言葉じゃが、そなたは上様の妹君じゃ。わしと離縁し、余生を娘たちと一緒に過ごしてほしい。私は、すでに10年前、小谷城で長政様と共に死んでいたに。なれど子供たちが幼かったゆえ今日まで生かされました。あれから時は過ぎ、長女チャチャの15にまで育ちました。妹の面倒にも良いのでチャチャにこれからのことをしっかり頼み寺に預けてまいりました。そうかもしれぬが、まだ間に合う。今からでも城を抜け出せよう。これを見てください。これは自制の句か。はい。さらぬだに打ちぬるほどの夏の夜も別れを誘う、ホトトギスかな。素敵でしょ。ああ。ささ、あなた様も、さっさと、自制の句を読んでくださいな。うむ。ホトトギスも、しっかり入れてくださいね。自制の句を読むのに、注文が入るのか。ふむ。よし、これで参ろう。泣かぬなら、殺してしまえ、ホトトギス。ダメ、全然ダメ。別の句で。ダメってことがあるのか。ならば、泣かぬなら、権六無双じゃ、ホトトギス。ダメ、もうその、泣かぬならから始めないで。さあ別の句で。ああ。ふむ、これならうちも満足じゃろう。夏の夜の、夢地儚く、後の名を、雲いにあげよ、山ホトトギス。あなた様の名が、後世まで永遠と語り継がれていく。それを読んだお見事な句ですわ。ただ、どなたかの句と見てもいるような。ああ、ちょいと将軍、ヨシテル様の句な。北門も突破されました。トングルはもう、間もなく殲滅となります。ここまでじゃない。中村文化祭、解釈を頼むぞ。はでは、一、共に参るぞ。覚悟は良いな。はい、あなた様。兄上、一は今から参りますよ。うぐ。すまぬ、わしもすぐ参る。皆の者見ておくのじゃ。切腹とはこうやるものぞ。うぐぐ。とも、見事な最後でしたぞ。さて、わしの最後の務めじゃ。いざ。中村文化祭が火薬壺に火をつけ、天使は爆発。あっという間に天使は炎上し、柴田勝家、そしてお市は崩れ落ちる天使と共に消えていった。親父様が一瞬で消えてしまわれた。ああ、これもまた、戦国の世の習い。まこと、正しき道だったのでしょうか。うむ、人生やり直すことはできぬ。じゃからこそ、必死に今を生き、後悔の念を抱かぬことじゃ。わしは、どのような結果であれ、それが正しかったのだと思うことにしておる。はは、勉強になりまする。一方、秀吉は、天守炎上の光景を、高尚寺に入る手前で見ることとなった。終わりましたな。うむ、ようやくじゃな。これでおだけがまとまろうぞ。勘弁、これからさらに忙しくなるゆえ覚悟いたせよ。はは。されど、この北の象徴がたった一日で落とせるとは思わなんだ。
秀吉様の川の関止め策が決め手にございましょう。まあそれもそんじゃが、本禄は三の丸を花から捨てたのじゃ、その時点で籠城する城ではないかな。まだ丸岡城で籠城した方が時は稼げたものを。この地で散るなら物の節畑様なりの意地なのでしょう。わしには到底真似はできぬぞ。いてて何をするのじゃ。あなたが母と父を殺した秀吉ね。あなた様は確かお茶茶様。気やす、私の名を呼ばないで、汚らわしい。母と父を殺したと申したが、おいつ様はここに逃げておるのでは。たった今父と共に天守で自害し、灰となってしまわれた秀吉に殺されたのじゃ。なんと天守に残ったのか。本禄との死を選んだと申すのか。おいつ様はもうこの世におられるのか。秀吉様、お気を確かに。ああ一瞬飛び生じゃった。しかし、サスケは寺に逃げたと申しておったが。確か、姫とか侍女は申しておりましたが、おいつ様とは申しておらんかったような。そもそも、サスケはおいつ様の顔を知らぬのでは。いや、浅井討伐時、サスケが小谷城からおいつ様を救い出したのじゃ。顔を知らぬはずがない。サスケめ、何が一流の忍びじゃ。今度会ったら死を聞かす。まあ、ひとまず柴田討伐は終わりましたゆえ。ああ、締めじゃな。皆の者、静ヶ岳での激戦から立て続けの戦となり申し訳ない。わしへの最大の抵抗勢力が今いなくなった。それもこれもわしに従い戦ってくれた皆々のおかげじゃ。秀吉、心より礼を申す。この勝利で織田家内でわしに逆らう大名や豪族はかなり減ったであろう。されど従わぬ者も必ず現れる。よいか、従わぬなら従うまで攻め続ける。そして我らは必ず勝利する。さすればいずれ戦のない世は必ずやってくる。その世を皆で迎えようではないか。最後に、こたびの敵将柴田勝家、男気のある立派な者の筆あり、見事な最後であった。これから先そう伝えてゆくのじゃ。よし、全身全霊で叫べ。勝ち時じゃ。天正11年、1583年4月24日、信長死後の織田家内覇権争いで羽柴秀吉に負けた柴田勝家は、居城越前北の庄城にて妻のお市と共に自害し果てた。享年60とも63とも言われている。勝家が挙兵してわずか2ヶ月余りで秀吉が勝家を討つというスピード決着は、織田家内の家臣のみならず近隣大名へも羽柴秀吉の強さを見せつける結果となり、秀吉の威信はさらに高まることとなった。こうして秀吉は織田家内での地位を確立すると、織田家当主の織田信勝をないがしろに、信長も描くことがなかった巨大な大阪城の築城、朝廷献金による官位と職の獲得を進め、敵対大名の駆逐へと駒を進めるのであった。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。